アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。前回ストライカーカスタム使ってみたんですけど、ちょっと全然使えてなかったというか、はい、まあいろいろとなんか用途モードとか使えやかすみたいな、マジ用途モード知らんのこいつかすとか、機体のなんか知らんのかすみたいなとかめっちゃあったんで、今回もストライカーカスタムを、ちょっと武装も変えました。はい、今回は、この高出力ナックルダガー A2 二刀流ですね。とりあえず雷切りとボンバーのやつはちょっと取り外しまして、まずはこのなんか格闘をなくすとかマジでとかカスってあったんで、ね、はい、マジカスってカスとかそんな言うなや、カスあの僕は一戦一戦本気でやってるんで、なんかよくその実況やってるやつとか、そのなんか動画出してるやつとか、なんか編集入れてなんかうまいところだけ切り抜いて、なんか雑魚いところはいいの取れんかったわみたいなとかでやってらっしゃいますけれども、そうやっていいキルをいっぱい集めたところだけなんか編集してくっつけてアップしておりますけれども、一番そいつらが一番カスだわ、マジでカスすぎてもうカスタムだわ、もうそれは。はい、てなわけで今回も、ストライカーカスタム、今回格闘をとりあえずまずはね、やっぱ格闘使えないことにはストライカーカスタムを乗りこなせないということで、あと用途モードというのがあります。こいつには、用途モードというのがありましてですね、機体説明に書いてあるかな、どこにモジュールで、これか、用途システム、アクションキーを長押しして用途を発動し、用途中に、再度アクションキーを長押しすると解除する。用途発動中最大継続時間スラッシュ90秒緊急起動負荷状態になる。格闘武器威力プラス 10% 基本ブーストチャージプラス 10% 空中でジャンプキーを押すと一度だけ再、そう、やば強っ、しゃがめキーを押すと急降下する。はい、用途モードというのはですね、本当いろいろと威力も上がるしブーストチャージも上がります。そしてなおかつ空中でね、もう一度ジャンプキーを入力することによってさらなる高みへと羽ばたける、連邦唯一の機体天空により より近づける。はい、そういった機体になる。しかし各運搬中などはね使えませんのでご注意ください。はい、今回用途モードしっかり使っていきます。はい、まあ今回こいつがメインなんで、まあ後のやつはもうどうでもいいですわ。この装甲なんとかとか初期型とかダブゼとかどうで何でもいいんですもん。
こいつをうまく使いたいんで、はい、では参戦します。本日のフィールドは城郭都市ですね、通称丸山城と呼ばれているやつ、いや違うな、もう佐藤の館、ちょパコパコうるせえマジで。今めっちゃ面白いことを言ってる時にポコポコうるせえんだわマジで。今面白いこと言ってる時、今ちょっとカットしようと思うけど、さっきのところは面白くなかったんで、面白いところだけつなぎ合わせて作ってるんで、はい。ちょっとね、この新しくなった佐藤城はちょっと初めてやりますので、いかんせい、まあまあ丸山城はねもうほぼ完全に攻略して、まあ今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。はい、丸山城の時代は本当にめちゃくちゃこのフィールドはやり込んでいたので、まあそれと同じ立ち回りで多分大丈夫でしょう。とりあえずはどうしようかな。これ拠点までの距離近いよな、これ絶対。みんなで北行こうということなので、一直線に X を目指そうと思います。多分これ3番とか踏まれちゃったら危ないんで、3番は確保し、いや違う、守りに入りすぎてはいけない、それは相手も同じこと。なので2番を踏んでしまえばいいのではないか。マジ格闘移動やった。マジで行きます。見といてマジこいつ妖刀モード、エテポンゲの妖刀システム、拠点近っ。あ、やってもうた、あ、やって、やめてー、もう。防衛しよう。3番は踏ませない。よし、強化型ダブルゼータなんですが、このハイメガキャノンから使えってめっちゃ言われましたんで、これから使って、その後にゲロビオ打ち、これでいい、こういうことか、こういうことでいいのか、ちょっとまだいまいち。死ね死ね。ちょっとまずいぞ、ちょっと上来てる、そいつは通すな。オッケー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 、通すな。何してんの君、そんなところで。あいつだ、お前だ。ちょ待て、はいよっ、ザコダウン。あ、危ない。ちょっともう初動ストライカーカスタムで、ちょっとストライカーカスタムってなんだ、誰が使うの、
誰も使ってへんやん、あんな弱い機体。見たことないわ、あれ使ってるやつ。うわどうする、呪縛出すか、呪縛出すか。あーこれもうこっちの拠点がなく、こっちの下側の拠点がなくなってしまったので、もうこっちからのルートが、もうこっちからのルートがもう今こっち守ろう守ろう。ここ補給、補給を絶やしてはい、あ、核来てるよ、核来てるよ、ちょっと裏裏裏、いやまだ大丈夫大丈夫、勝てる勝てる。上は、あの、北側は大丈夫ですね。一番踏んでますんで。北は大丈夫。南を注意しましょう。南は本当、注意して、注意しよう。しっかり防衛。そして攻めるものは、攻めるものは、一番から。ジャックが、3匹。マジ。連邦一のジュアッカー、行きます。無駄打ちした。マジジュアックに水与えたら最強だから。あれ当たんない。てかここ水なくない？水ないんだけど。どっから？倒して倒して倒して、それミリミリ。あーもうクイーンマンサーやばいって。それはマジ用途モード見せよ。あっあっあっ、すごい拠点なくなってる。ナイス。ってことは守ってばかりじゃ勝てない、これは攻めに転じよう。こちら側をせ、とりあえず1番踏み直すよ。1番踏み直すよ。いくぞお前たち、つい、あ、やってもうた、やってもうた、やってない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 、よし、妖刀解除、いくぞお前たち、3、2、1、ゴー。よし、いくぞ。よしよし、踏め踏め踏め、与党モード解除。あ、上から打ち下ろしてる。こういう時こういう時、二段ジャンプ二段ジャンプ。マジ与党使い、与党を使いこなした男、連邦で初めて与党を使いこなした男。あ、ちょっと無駄遣いしてる、与党の、与党の無駄遣い。椿モード煙だわ。精神一等、何事かならざらん。よし、このこの用途、おお、いいぞいいぞいいぞ、援護します。あーい、あー
やつ、お前クソだ。こいつさっきのクイーンマンサーのやつ、マジでクイーンマンサー、猫猫猫猫とかいうやつ、あいつマジで。はい、これ以上好きにさせない。ちょ、猫猫猫猫とかいうやつマジ倒す。あんな害悪の機体ばっか使いやがって。そりゃそりゃ強いだろうな、そんなあの害悪機体ばっか使ってよ。そんなん強いに決まってるがな、クイーンマンサーとか。クイーンマンサーとか使ってよ。あぶねー。あ、まあ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 、初期ジムなんでいいです。あー、ちょっと A 殴られてますけども、 A が殴られてますけれども、おい、入ってる入ってる。ああー、やばい。なんてガスだ、抑えきれない。なんでだろうかな、何なんだろうか、なんでこれ、なんで勝てないんだろうかな。やっぱ圧倒的に拠点へのダメージ量が、初動でストライカーカスタムで拠点に行ってしまったこと、拠点行けると思わなかったというか、あそこ多分ダブルゼータ、強化型ダブルゼータで行っとけば勝ってたかもしれませんね。はい、もう強化型ダブルゼータがいたらもう、すぐにもう割ってたと思うんで、僕が多分そこの差ですね。マジ申し訳ない、本当。ちょっとストライカーカスタムけど、まあまあまあ、途中あたりにストライカーカスタムが、ちょっとちゃんと戦えてたと思うんで、まあよしとしようか、今日は。まあこれでね、ストライカーカスタム、こいつはもう封印しますんで、はい、封印。もう僕の動画でこいつを見ることはないでしょう。はい、こいつ拠点殴れねえしね、まず拠点殴れない機体とかガンダムオンラインにおいて致命的すぎるわ、これ。拠点殴れねえわこいつじゃ。2回目空飛べるとかそんなん知らんし、ちゃんと届く位置から飛べばいいし、別に。では、今回は、ストライカーカスタム、妖刀モードで、エテポンゲに、妖刀が宿った、あの時、世界で、妖刀を手にした、その日から僕は、でした。ご視聴ありがとうございました。